みおです。今回はたくさんのリクエストをいただいていた自爆少年花子くんの花子くんに家族で挑戦していこうと思います。ということで今回はこんなコスプレをしてみました。今回は私たちは花子くんと同じ学ランを着てます。学ラン着たことないけさ、なんか新鮮だし、帽子もあるけさ、あーそうそうそう、警察の帽子みたいな。リオは普通なんだけど、私マント被っとるけなんかかっこよくない？うちも正直マントが良かったな。それではこの格好のまま描いていこうと思います。していきます。最初はリオです。はーい、私ね今回すっごい自信あります。
今回の花子くんは本当に難しかったけどさ、楽しみだね。じゃあ行こうか。いっせーので。おお、かわいい、かわいい、斬新な色。ピンク系多いね。いや、ピンク系多くするやろ。あ、本当に、多くするよ。父さんオレンジ系が多いけ、すごい斬新。またさ、服のさ、いい感じのこのムラじゃないけどさ、すごいいい味出てるよね、うん、いや、めちゃくちゃ良くない？かわいい。うちね、ここの服の部分のさ、なんかちょっと黒目ここ入っとるやんけ、うん、それね、110番を塗ってからここら辺塗ったんだけ、110番の色をわざと混ぜ込ませて、ああ、溶かしてね。なるほどなるほど。やったらうまくいきました。あ、確かにいいね。いいじゃん、なんか不自然さがあんま見えない。うわー、レベル高いね。次いく。母さん多分やばいよ。母さん多分やばい、ね、母さんはやばい。一斉ので。うわー、原画じゃん。ほんまよ。え、うまー。しかもなんかかっこいいね、母さんのね。重ねていくのが楽しかった。あー、色をね、うん、いや、本当にこのガタガタ感すごいいいね。ピンでガタガタになるんや、私。だけこの絵柄に救われたって感じ。あ、めっちゃいいわ。この目の入れ方マジうまくね。マジうまい。いや、どうやってやるんかなって思ってたんよ。いや、すっげえうまい。言葉が出ない。そう、かっこいいしか言葉が出てこない。なんか本物。はい、本物も。もうじゃあ次行く。勝てっこない。どうせマナもいいんだろ。私今回、まあ、色塗り原画にまみれをしたけ。いっせーので。おお、かわいい。また違うけど、めちゃくちゃうまいんですけど。それも確かに確かに、ね、すごい上手。姉ちゃんはね、オレンジじゃなくて赤とか混ざってるけどね。そうそうそう。 E08? R29 とか R17 とか。ちょっと顔ぶちゃってなっちゃったかも。いやいや、いい感じよね。服のここね、うちと多分一緒。 E の71 じゃん。一緒一緒。 E の71。 E の71。 いやでもさ、本当にいい表情してるわ。とってもいいと思う。っていうかさ、レベルが高すぎません？どうぞどうぞ、レベル高いけん。あー、もう下げて上がるけんな。いや、父さんね、本当に濃い。リュウの見た時びっくりしたよ。すごい薄くね、みたいな。父さん濃い。父さんはね、いつもに増してジャンプの表紙だね。いっせーので。おー、怖っ。おばけみたい。どう？目怖くない？目怖いよ。怖いんだけど。ここの目上がりすぎじゃない？いや、わざとな。わざとだと。目の表情が怖い。花子くん健康肌にしたらどうなるんだろうって思ったのがこれ。いやいや、影をこれにしたいならやっぱ肌もね、明るいところの肌をやっぱもうちょっとフォーカスするんだと思うわ。いや、でもそんなことしたら本当に宇宙人になりそうでさ。じゃあ4つを比べてみますか。はい、やっぱね、宇宙でっけえな。でもね、丸みを帯びとるじゃん、線がいろいろ。だけ可愛く見える。今回あんまり違いが出てないね。いや、出てる。出てるじゃない。え、そう。うちはでっかい、母さんはいけんか、姉ちゃんはちょっと薄い感じ、父さんはおばけだよ。完璧に出とる。父さんマジで妖怪に見えるんだけど。そう、妖怪に見えるよね。よくない。でも父さんね、やっぱりね、花子くんだからすっごい苦手かもしれない。線が本当にガタガタじゃん。それをなんかするのが難しくてさ。すごい綺麗だね。そう、滑らかにしてしまうの。滑らかだよね。だけ母さんみたいに描けるのにな。私もパキパキになるようになる。そう、マナもすごい。私はね、全体的にでかいから。でもリオもすごいガタガタよ。ガタガタ。ディスったね。ディスってない。私ね、ガタガタを意識してやってないの。でもね、その中でリオの良さがすっごい出てて、めちゃくちゃいい。でマナはもう母さんとリオ足しにではあった感じだね。あー、なんかわかる気がする、うん。まあ線画はすごい完璧みたいな。うん、そう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 。色の鮮やかさもいいよね。顔がくちゃってしてるのもなんかいいよね。そう、母さんよりなんか原画の線画がいいと思うね。いや、私ピンで混ぜて上手にできたのか。まだいつもね、忠実よね。観察力すごいもんね。おお。そうそう、観察力神対象だな、マナは。イエーイ。私はそう。リオはもう花子勲章だろ。え、なんか花子くんの子供時代っぽいな。花子くんといえばもうこの中で言うとリオの絵柄が一番いいなって。かわいい。ありがとうございます。色合いもね、すごい。でも母さんも毎回一緒だけどさ、原画賞だな。原画賞、そうそうそう。母さん変わらない。一緒だ、そうでしょ。一緒だけど、母さんのかっこよさが出てるところがいいね。母さんかっこいい。父さんは不気味だね。不気味だね、いいね、それは。全然嬉しくないけど、まあいいか。だって父さん狙ってやったんでしょ、不気味さを。いや、狙ってないよ、これでも真剣にやったんだけど。なんだろうね、なんか違う。特に生物の本を書いてた。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、インスタのフォローもよろしくお願いします。それでは家族対決33でした。バイバーイ。